物忘れってまあセリフ忘れるぐらいですかね。かとか歌詞とか、はい、あ、そういう時はどうされてるんですか。いや勝手に作って言ってますけど。俳優の松平健さんがマツケンサンバのハッピー間違い探しの発売を記念して記者会見を行いました。年齢問わずやっぱりお子さんからやっぱりご年配まで、皆さんに、の愛されているマツケンサンバ、2ということでマツケンサンバでの生活というかどういう生活をしているみたいなそんな本はどうでしょうっていうことを相談を受けましてですね、まあ、そうしたらこう間違い探しっていうものがあるっていうことでそちらをお願いしたわけですけども、どの年代の方に見てほしい使ってほしいってありますか。これはもうあのお子さんはもちろんですけども、うん、やっぱりその大人でも楽しめる、まあ、私もこれあのできたやつ見せてもらいましたけど5つあるんですけど4つまでは分かってももう1つが全然分からないというあとご年配の方ではですねやっぱりこの脳活っていうんですか、まあ、それにいいというそのお医者さんからの意見もありましたし、だから本当にもう世代問わずという楽しんでいただけるんではないかと思いますけども、撮影もかなり大変だったと思うんですけれども、いや大変でしたね、やっぱり丸1日かかったんで、はい、いろんなもう場面をあの作っていただきまして、はい、まあ、でもあの屋上のですねミラーボールの木っていうのを作ってくれて、まあ、それはちょっとあのびっくりして面白かったですけども、普段から松平さんは何かその脳活という意味でおやりになってたりとか試されてることってあるんでしょうか。私はもうあのいわゆるウォーキングですね、ウォーキングでセリフを覚えたり歌を覚えたりみたいなことはやってますけども、時間がない時でもまあ20分ぐらい、まあ、普段は1時間前後ですね。そこでやっぱりこうセリフを覚えられたりってすると、うん、入りやすいというかもうそういう風になってらっしゃる。そうですね、まあ、なんか集中できるというか、うん、自分はそうですね。今回あのハッピー間違い探しということなんですけれども、はい、ここ最近で松平さんが何かハッピーな勘違いとかハッピーな間違いしちゃったこととかって何かありますか。あんまりないですね。私間違わないですか、なんか例えば物忘れして、物忘れってまあセリフ忘れるぐらいですかねかとか歌詞とか、はい、あ、そういう時はどうされてるんですか。いや勝手に作って言ってますけどあ、じゃあお客様にはあんまり初めて聞く人には分からないかも分からないですね